こんにちは。最近体重は減ったのになぜか顔はむくみ傾向にあるバイエンドです。よろしくお願いします。今回は実はモテる人ほどやっていない勘違いモテテクニックについてお話ししていこうと思います。先日質問をいくつかいただくのですが、たくさんの情報がありすぎて、好きな人にこんなアプローチをされたんですけど結局振られました、やっぱり顔ですかねみたいなことを時々いただきます。今って恋愛心理学一つとってもたくさんの情報がありすぎて、結局何を参考にしたらいいかわからないという人もいるのではないでしょうか。正直昔は私もこの状態で、例えばあるサイトで見たテクニックを実践してみて、それでもうまくいかなくて、なんでだろうなと思い、別のサイトへ行ったらそのテクニックは全然効果がないよという文言のものを見つけて窓ガラスを割りました。今まで好きな人にアタックするとき、いろいろ調べたのに結局振られた経験があるなんていう人は特に今回は参考になるのではないかなというふうに思います。さて、今回はバイエンド監修のモテテクノートは用意しましたか？ぜひノートに書き殴るように書いて、今すぐ正座をし、スマホの画面を大スクリーンにして、他のアプリの通知は全部オフにして、目が乾ききるまで瞬きをせず、一語一句読み過ごさずこの動画を見てくださいね。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ではバイエンのチャンネルスタート。ポイント1、モテない人は優しくて女性の意見を何でも合わせてくれるに対して、モテる人はレディーファーストが多い。まず多くの人がうっかりやってしまいがちなことで、最も有名なのがこの優しすぎ問題です。少し複雑な点もありますが、女性は確かに優しい人が大好きです。ですが優しい男性は飽きちゃうんですよね。ここで覚えてほしい点としては、優しいイコールレディーファーストであるということです。例えばヒールを履いている女性が階段を降りるときに前に来て手を差し伸べてあげたり、レストランの席は奥を譲ってあげたり、荷物を持ってあげたりするのはレディーファーストに入ります。なのでこれは女性の言う優しさに当たるんですが、しかし例えばお店は君が決めていいよ、デートスポットは君が決めていいよなど、決定権を女性に譲ろうとしてきたり、女性の機嫌を伺いすぎて受け身姿勢になったりすると、それは優しさではなく逃げの姿勢だというふうに思われてしまいます。昔からの風潮として男性は一家の主という役割がありました。女性は三歩下がってついてくるなんていう言葉を聞いたことがある人も多いと思います。このようにレディーファーストという点では、女性に気遣いはするけども、あくまで引っ張るのは男性自身であって、自分から引っ張るという姿勢を持っていると、女性は非常に好感を持ってくれやすくなります。気の強く主導権を握る女性が好きな人以外はぜひ参考にしてみてください。ポイント2、モテない人は相手に頼らず自分ができるところを見せるに対して、モテる人は頼り上手で自分一人でできないものはちゃんと言う人。モテる男性は弱音を吐かずかっこいい場面をたくさん見せると思って、自分のいいところばかり見せようと頑張ってる人はいませんか？ですがこれは大きな間違いだと心理学的にも証明されています。実際は自分の弱み、見せたくない部分をあえて見せれる人ほど好意を抱かれやすくなっています。ある実験では被験者に対して様々な自分が弱い立ち位置にいる時を想像してもらうように指示をしました。例えばこれを恋人との大喧嘩の後に最初に謝ることだったり、職場で同僚たちに重大なミスをしたことを認める時、このような状況に自分が置かれたことを想像した場合、被験者の多くが自分が弱く無能である人間だというふうに思ってしまう人が多かったんですが、しかし他の人が同じ状況にあるというふうに想定した場合だと、弱い部分に対してその他の人が弱い部分を自分に見せてきた時、被験者たちは羨ましい、いいものだというふうに表現する傾向があったんです。人は他の人のありのままの真実や本音を見るのが好きという本質を持っているのに対して、自分のありのままの姿を見せるのは嫌だと感じてしまう生き物でもあります。例えば女子のすっぴんを見てみたいと思ったことがある人は非常に多いと思います。これも1、人の本音だったり素の部分を見てみたいという心理から来ています。ちなみに私もすっぴんの動画を上げているので、幻滅覚悟で見たい人は見てください。自分の見せたくないような部分を堂々と喋ってしまうのが逆効果につながりますが、強い部分ばかりを見せようとせず、たまに弱い部分も見せてあげるようにしましょう。3、モテない人ほど面白い話を用意することに徹し、モテる人は相手の話を深掘りする聞き役に徹する。面白い人が好きという女性は非常に多く、男性側から見ても面白い人はモテるだろうなと思う人は非常に多いと思います。確かに面白い人はモテる場合もあるのですが、本当にモテる人は人の話を引き立て、つまりは聞き役に回り、相手の話をうまく調理できる人の方がモテます。調理できる人
ちなみについ先日私は芸人さんとお会いする機会があったのですが、その時にお話しした際、実際喋ってみるとまず話を聞く姿勢から入って、その話を聞いた上で深掘りしていき、自分の面白い話を出していくというスタイルの方が非常に多くて感心しました。とは言っても、じゃあ深掘りできる聞き役ってどんなことを言うのと思うかもしれませんが、これはおなじみのオウム返しプラス 5W1H で OK で、ここに関しては結構知ってる方も多いと思うので、一応復習がてらここに、記載しておくのですが、まずオウム返しというのは、相手の話した言葉に対してそのまま返してあげる。例えば昨日遊園地行ったんだと言われたら、へえ遊園地行ったんだとそのまま返してあげたりすることです。そして 5W1H というのは What, Who, When, Why, Where プラスHow のこの 5W1H で OK です。この辺は結構言われてるので今回活用させてもらいますが、ただ相手の話をもっと広げていく方法を知りたいという方に関しては、別動画でここら辺はかなり詳しくやっていこうかなっていうふうにも思っていますので、まだ撮っていないですが楽しみにしていてください。 4. モテない人ほどモテるアピール。モテる人ほどモテるアピールをしない。モテるアピールをする人ほどモテないというのは確かにと思う人も結構いるかもしれません。まあここら辺はなんとなくわかることでもあったりします。なので今回はあえてもう少し深掘りをしてみて、どうしてモテる人ほどモテるアピールをしないのかということについてお話ししていこうと思います。まず第一にんですが、モテるかモテないかっていうのは非常に主観的であるということです。例えば俺5人に告白されたことあるんだよねとモテ自慢をする人がいたとして、それはその人にとってモテる基準に達しただけであって、客観的に見ると本当にモテるのかどうかはよくわからないですよね。さらにモテるアピールをする人はベースとして自信家が多く、俺女受けいいんだよねという気持ちを前面に出してしまってることが多かったりします。女性からするとその自信ってどっから来たのと思ってしまうようになります。これは反対で考えても同じだと思いますが、私男受けいいんだよねと思いながら接してくる女性が近づいてきたらどう思いますか？内心あなたもきっとうわこの子ないなと思ってしまいますよね。自分がモテるかモテないかを重点に置くのではなくて、いつも自分にとってベストな状態いられるかどうかを見るようにすると、もっと素敵な人だと思われやすくなるので、ぜひ覚えておいてください。では今回のまとめとなりますが、モテない人は優しくて女性の意見何でも合わせてしまうに対して、モテる人はレディーファーストが多いに、モテない人は相手に頼らず自分のいいところばかり見せることに対して、モテる人は頼り上手で自分一人でできないことを言える人です。3. モテない人は面白い話を用意することに徹し、モテる人ほど相手の話を深掘りし聞き役に徹しようとします。 4. モテない人ほどモテるアピールをし、モテる人ほどモテるアピールをしない。いかがでしたか？これらのことを注意しながら、ぜひあなたももっともっとモテる男性へランクアップしてみてください。ちなみになんですけど、私もまあ人並みにいろいろ恋愛とかしてきて、人並みの男性と付き合いしたことあるんですけど、その中でもまあ今回お話しした中で自分個人的に一番これはモテるなって思ったのは、一番最初にお話ししたレディファーストが多いと優しいを履き違えていない男性かなっていうふうに思いました。もちろん今回お話しした全てのものに対してやっぱりできてる人はすごいモテるなっていうふうに思うんですけど、私が今まで関わってきた人の中では一番、モテるなと思ったのが、一番最初のものでしたね。理由としてはなんですけど、一番最初の、モテる男性のその優しいの履き違え方っていうのが理解できてるだけで即実行ができるっていうのは非常にやりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。恋愛慣れしてない男性とか、なかなか、一歩踏み出せないとか、あるいは、彼女が、まあ、できたりしてもすぐに別れてしまう人っていうのは結構この優しさを履き違えてしまって、なんかこう自分では頑張ってるつもりなのになかなかそれが裏目に出てしまうとかって、この優しさの履き違えっていうもので結構起きてしまったりすることもあります。なのでもちろん今回お話ししたもの全部気をつけてもらうに越したことはないんですけど、その中でも今まで出会ってきた男性の中では一番、優しさの履き違えっていうのは特に注意した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ではですね、まあ、今回は以上になるんですけど、いつも動画を見てくださってる皆さんに私がお話ししたことを活かして少しでも恋愛経験がアップするようなきっかけになってもらえたらと思うので、気軽に発信してほしいことや悩みがあればコメント欄や高評価低評価ボタンなので教えてくださると嬉しいです。では今日の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。ぽよのでした。バイバーイ。